Abashiri. Break time, Abashiri. Break time, Abashiri.時刻は午後1時8分になりました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。ごめん、ちょっと疲れた。網走市のラジオ局でパーソナリティを務める梅津まりなさん、生まれつき表皮水疱症という病気を抱えています。わずかな刺激で皮膚が剥がれたり水ぶくれができる皮膚の難病です。簡単に言うと皮膚がとっても弱い病気です。常にどこかしら痛かったり痒かったりするので、仕事中もそうですし、寝る前とかはずっと痛くて痒くてっていうことがつきまとってますね。そしてちょっとすいません、ここで休みます。また普通の人より疲れやすいため、仕事の合間に床に座って体を休めます。常にこう傷ができている状態なので、傷を治したりとか、出血もどこかしらしている状態なので、それに栄養が持ってかれているのかなって。自分の声で何かを表現したい、まりなさんはそんな思いでラジオの仕事を始めました。会った時に最初に自分の病気のことも話してくれました。でもそれを上回る魅力がありました。明るさ、できるだけ負担の少ないように、今は本当に無理をしないようにお互いに気を使いながらやってます。結婚生活2年目のまりなさん、夫の智也さんと夕食の買い物です。口の中の皮膚も弱いため、食べられるものも減ってきているといいます。鶏がやっぱり一番柔らかくて食べやすくって、例えば豚バラとかは調理加減によって食べづらくなったり、ステーキとかもドンと食べたいんですけど、もう 2、3 口で疲れちゃう、噛み切れないし飲み込めないので。この日の料理はまりなさんが担当。日常生活でも苦労は絶えません。こう詰めないのって意外と日常生活不便で、こういう皮がむけないとか、あと床に落ちた紙が拾えないとか。いただきます。美味しいね、やっぱね。家事ができないことが日常的に必要なことを、だけどできないことをやってくれてるので、すごい助かりますね。そういう前なんか、ちょっとやるの厳しそうだなと思ったことは、そうですね、ちょっとなるべく気ついてやるようには、意識してやってる、やってます。はい。最も苦労しているのは通院です。深夜3時、まりなさんは自宅のある美幌町から札幌の病院に向かいます。受診時間に合わせると朝早くか夜遅く、例えば夜10時とかに出て札幌に着いて、こうネットカフェとかで休んで受診みたいな日もあります。希少難病であるがゆえに専門医が少なく、月に一度およそ5時間かけて通院しています。お待ちお待たせしました。これが良くないのにこの辺りがずっと痛かったのに。あ、そういう感じですもんね、これも。あ、そうなんですもんね。ずっと。そうかそうか、バイキンはついてないようだから前と同じ感じではあるけど、一番怖いのはやはり皮膚がんですね。なかなか表皮水疱症の患者さんの場合で出るやつが見つけるのが難しい。見つけるのが遅れますと致命的になることがありますので、すぐに治療するっていうことが考えなきゃいけないことかなと思います。
マリナさんは最近になって病気をテーマにしたモデル活動を始めました。自分の病気を広く知ってもらうためです。撮影するのは中学時代からの友人、大月セリカさん。二人は以前から趣味でモデル撮影をしていました。斜めにして座れ。今までいろいろコンセプトを決めて撮ってはいたんですけど、その中でやっぱり隠したいってずっと言ってたので、急に出すって言ったから、ちょっと最初、びっくりしたところはあるんですけど。実はマリナさん、つい最近まで皮膚がただれているその見た目にコンプレックスを感じていました。そんなマリナさんのお母さんが見せてくれたのは、大切に保管されたアルバム。これは小さい時からの写真になります。中学生の頃の写真を見ると、夏でも長袖にハイソックス、できるだけ肌が見えないようにしていました。いじめられたこともあったといいます。小学生の時だったかな。多分同級生とうまくいかなかった。自分が悪いことしてるわけでもないし、そのことでいろいろ言われることもすごくこう我慢できなかったんだろうなと思う。それ以来肌を見せることが少なくなりました。それでも病気のことを知ってもらいたい、その一心でマリナさんが一肌脱ぎました。ああいいね、写ってるね。大丈夫？うん、ありがとう。いいえ、書かないのやっぱり生々しく写っちゃうので、できるだけ明るくちょっと飛ばし気味で撮ってることが多いですね。撮った写真を厳選しSNS に投稿します。使っている方が使いますように。よし、いいですね。では投稿します。はい、そこにはマリナさんの思いが綴られています。今までなかった場所に傷ができる。傷の場所によってはできないことや不自由なことも増えてしまう。でもしたいことはたくさんある。いつか治療法が見つかりますように。とにかくまずは正しい情報が伝わってほしい。映らないよとか、皮膚だけじゃなくてこういう大変なところもあるよとか、逆にこれはできるんだよとか、まず表皮性保障はこういうものだよっていうのを多くの人に知ってもらえたらなって。難病患者の明るい未来のために、マリナさんの挑戦は始まったばかりです。